バウアー、中4日は誰でもできる。中4日について日本選手もできると思う。登板間隔が短くなることによって重要なのは栄養、睡眠。そのルーティンが慣れるまでは時間がかかるかもしれないが、自分のルーティンを見つけることができれば日本人の選手でも高いクオリティで中4日でも投げることができると、うなずいた。 NPB の選手は寝ないし遊ぶから無理やん。日本の選手は遊んでるからな。大谷とかのレベルでストイックになれとは言わんけどさ、慣れてくればそれなりに投げる。バーンは睡眠7時間で足りない、10時間寝たいって言ってるし、大谷もそんな感じだから、やっぱアスリートには睡眠なんやな。大谷の睡眠時間を見たときはそんなにいいって思ったけど、理論を追求してるバウアーも10時間睡眠が理想っていうあたり、やっぱ同じとこに行き着くんだな。眠るのも才能か。投手としての能力が高いのは当たり前だが、慣れることへの執着であったり、成果を残すことへの貪欲さが他の選手の比じゃないな。気持ちが本当に強いし、切り替えもうまい。異常なまでの学習能力の高さも強い。失敗から学ぼうとする姿勢が際立ってるね。バウアーは自分のデータを全てアプリで管理する徹底ぶりだし、なかなか真似できることじゃないけど、中6日もらってるリボ回とかでヘロヘロになる選手を見てると情けなくなるね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。